なチャンスということになりそうです。馬車に乗ってゆっくりお顔を見せてほしいですね。そして大使とは主にどのような仕事をするのか、学習院女子大学の石田学長に伺いました。まずは日本各地で行われるアメリカが関連